人と息子で好きな味が違うのよね。大人も子供も満足するカレー。カレーのことだとみんなこだわるから。主婦の声でできました。2つのカレーをじっくりブレンドしたハウスコクマロカレー新発売。コクマロ。いや、おじちゃん、これから。いつものあれやね。絹石鹸、はい。お歳暮に金棒絹石鹸。あなたの肌うらやましいわ。あら、あなたの方こそ綺麗よ。あなたの方よ。あなたよ。そこの綺麗なお嬢さん。はい。年齢で選べる潤い。お休み前、金棒のレディエイティ。あなたの肌ってうらやましいわ。あら、あなたの方こそ綺麗よ。あなたの方が綺麗よ。あなたの方が綺麗だって。それ私の方が綺麗よ。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 年齢で選べる潤い。お休み前、若い素肌はレディエイティ。Enable for beautiful human life。天然発色カネボーレディエイティ口紅新発売です。こちらサムさん強い自由型。そちらは、はい、こちら暑さにも強い自由型。どうぞ。はい、レディエイティは温度差に強い自由型ファンデカネボーです。石鹸美人のマサコはツヤツヤ肌、サマータイムのマコはキラキラ肌、レディエイティの千秋はさっぱり肌、青目に千尋はしっとり肌、サラサラ肌の優子、ちょっと乾燥注意報。女の肌は十人十色だから、カネボーレディエイティのパウダーファンデーション。今、レディエイティ松原千秋誕生。 What is woman like today? レディエイティとしての抱負は、今何を学びたいと思いますか？80年代は女性にとってどんな時代ですか？レディエイティとして何を提案しますか？2月16日、カネボーから80年代のメイクアップ、レディエイティ誕生。 For beautiful human life。世界への登場の仕方っていうのはいろいろありまして、街を歩いて急にスカウトされてデビューするっていう人も最近多いですし、昔はなんかこの大スターのうちへ座り込んでそれがきっかけで売り出したっていうスターもいらっしゃる。で、今夜お迎えするまず女性のゲストは、これはもう堂々とですね、某大企業が行ってたコンテストで選ばれて、真正面から芸能界に登場してきたという方です。女優の松原千秋さんです。どうぞ。はじめまして、デビューはもういつになりますかね。8年ちょっと前です。何になりますかね。1980年。はい。これはイメージがあるというようなこと。女優さんとして始めたら、いや、やっぱりその会社のイメージがあるというか、なんかちょっと大々的でしたね、1980年ということで、やっぱり年号が、ね、変わったということで、レディエイティなんですけど、レディエイティすごいね、頭はいいわ、なんかこう、健康的だわみたいな、そういう一応キャッチフレーズになって出てきちゃったもんですから、どうなんですか、はい、いや、すいません、元気な方です。松原千秋さんに、今夜どうしてもお会いしたいという、あなたをリクエストした方がいらっしゃる、この方、西城秀樹さん。西城さんがどうしてこの方をに目をつける目をつけるとかないけど、これはやっぱり独身ですからね、いろいろ着物がね、はい、着物だけならね、まあ男性の願望として一つなんです。僕は欲張りですから、ジーンズも似合う、夏、
それと30代の着物が現在にあるということね。そうですね、横に合わない人もいますけども、あ、そういう方はごめんなさい。でも30代の女性にあのなかなかねコメントで伝えないんで、やはり自分と同じ世代の方も30代になってないじゃん。見えないですよね。あ、ちょうど、はい、そうですか、はい、そういう意味でちょっとあんまり若いのよりも最近はちょっと30前後の人がいいと思ってます。若い人は若い人でいいですけど、やっぱりあの女性の方っていうのは10代では若さ、20代もそうだ、30代だとこの内面的な魅力がなれ、非常に変わってくる、本当に内面的な。それではいろいろ話してよろしく。みたいな出たでしょ、はい、あの着物屋にあって、神社にあってっていうね、はい、女性がいい、それはあの外から見た目の感じだと思ったけど、いや見た目、まあ確かにありますけどね、他にやっぱりこう内面がやはりこう、まあ、着物を着こなしてる女性っていうのはどちらかというとこう古い感じの古風な感じの方がいい、割とあのやってることは近代的なことやるんですけどね、割と古いんですよ、ね、
い僕の感じちょっとありますよね。自分のその生き方はなくて、やっぱり自分が好きな女性とか、構わずなくて、はいって一つ返事についてくる女性が好きなんですね。逆に言えば女性の方の方が非常に不幸な方で、分かってても、はい。タジオさんが白いものを黒いと言っても、そうですね。そうね、黒だわねってと言っちゃって、白は白じゃない、黒いは黒じゃないってね、言ってくれるぐらいのそういうなんかしっかりしてる。そのためには自分もわがままでいたいなってね。でいたいと。その代わりなっていうかな、言葉で言うと本当かなって言われるかもしれない。そのついてきてくれる女性。はい、違う形であの優しさを出していきたいですね。それは男のその責任ですね。で、30代、まあ、さっきなったばかりで知りませんけども、30になった男女というのは普段の中で独身でどんな生活をしているのかというのを聞きたいんですが、そうですね、割とオープンで、まあ、例えばスポーツ関係からも仕事離れて、それから、まあ、あのこういう、まあ、音楽の世界とか芸能活動やってますから、全然違うジャンルの活動、アウトドアで遊んでる、ね。アウトドアって例えばどういうの？僕の場合、海が好きなものですから、スキューバダイビング。潜りで、それを知らない人は潜りだっていうことを言うぐらい、好きなんです。潜りどこがいいんですか？あのどこがいいんですか？あの綺麗ですけどね、海の中、怖くないですか？いや、あの、怖くはない。ちゃんとあのライセンス取って、きちっとあの潜れるか。一番いいところは、自分がやはり注意しないと、冷静に平常心に持たなきゃいけない、海の中で。そしてあの潜るときはバディって相手と、はい、カップル。カップル。例えば、まあ、僕が潜ってるとすれば、僕の命は彼女が見てくれる。で、僕は、互いが助け合うことで、なんか信頼関係になるんですね。男同士でも男女でも。スキューバダイビングするときには男の人とかどうですか？大体男性同士が多いんですけども、たまにあの日本で潜っている場合はたくさんいるんですよね。女性の方とか。女性は例えば命を預け合うわけでしょ？そうです。どういう女性と命を預け合うの？最近あの国語の先生だっていう方だったんですけどね、国語の教師の方とね、髪の長い人でしたので、ね、よろしくお願いしますっていう。原爆で発見になることあるんですよ。で、こちらの最初です。で、まあ、海の中潜れば、もう体重的に何も関係ありませんからね、みんな。で、潜ってるうちに、その女性の長いこの髪がね、バッバッと揺れてね、まるで人魚のようにね、美しい見えるんですよ。で、潜ってる間、そうか、上がったらお茶飲んでそうか。いや、本当にいいですよ。で、素敵だなと思って上がって、ずっとマスクを取ったら、また、今度。なるぐらい海の中は美しく見えるんですね、女性は。サイパンの方がよくいらっしゃるんですか？サイパンの方がよくいらっしゃる。サイパンの方がよくいらっしゃる。僕はあのグレードバリアリーフ。さあ、夢ですね。3年もいますよ。